琉球の異界、琉球の異界とは、沖縄本島を中心に存在した琉球王国の身分序列である。第二直し王党の第三代、昇真王の治世、在位1476年から1526年に異界制度の基本が確立された。まず、1509年、金銀の関座し、g ファー、冠座市によって、規制の別を定め、 次に1524年には、六色の冠、八町によって東急が制定された。その後、18世紀初頭に、帝よりのりらによって、琉球国中三五府完成、1706年が制定され、九本18回の異界制度が確立し、1732年には、西音らによって、異界昇進の細目を記した異界帝が制定れた。国王、王子、 アジなどの王族は、九本十八階のさらに上に位置し、平民はその下に位置した。王族のことをアジブという。また、国王の史上、古くは、重いグアベ、重いしぶとも言った。重いは、窃盗美少、グア子供、も、ベは、階層の意味である。王族は、九本十八階のさらに上位に位置し、最高品位の無本とされた。王子アジは、 国王の親族のため、公平性を期すため最高職である摂政。シッシーを例外とすれば、経図奉行や、自社奉行など政治には、直接関わらない役職に就くことが多かった。王子、アジは一紛り、今日の市町村を、最地、領地として賜り、一括して、アジ児童とも呼ばれた。また、親方部に属する総児党と合わせて、抗議には総児党とも称する。王子、 アジは、一般に最地とする紛り名を仮名にして、亡き人を王子、本部アジなどと称した。また、王子、アジの邸宅は、御殿、ウトゥンと呼ばれ、これがそのままアジカを指す尊称にも使われた。亡き人御殿、本部御殿のごとくである。なお、馬シク神御殿は、王族以外の御殿家としては、唯一の例外である。基本的に国王の子、王祝。 王帝の称号及び異界名である。正室の子、自家王子。側室の子は、脇王子といった。また、正史、四次は、中串く紛りを最地としたため、特に、中城王子と呼ばれた。王子は一代限りで、王子の子は、アジとなった。琉球で王子の称号が使われ出したのは、明の作法を受けて、王号が使用され始めた以降のことである。実際に、 王子号が用いられるようになったのは、第二直し王道が始まって、しばらく経ってからと考えられている。第三代小進王の時代に混流された、玉両の秘文、1501年には、中くすくの安島に清たる、中城のあじ、ま行村後の小正王とあるように、王子のことを、まだ、安氏、安じと表記している。後世の詩書では、第一直し王道家の王の子や 第二直し王党初期の王の子にも王子号を用いているが、これは司書編纂の折、王子に相当する人物ということで王子号を用いたのであろう。実際には当時は王の子たちもアジを称していたと思われる。王子は他に功績のあったアジ、江戸上りの聖師に任命された者、摂政に就任したアジなども賜った。この場合は、樹王子と呼ばれた。 羽地王子徴収などがその例である。王子は赤字金入り後四季浮き織り感をいただき、金冠を指した。王族のうち、王子に次ぐ称号及び異界名で、王子やアジの死士がなった。つまり、アジは王家の文家当主が賜るもので、日本の三宅当主に相当する。アジはアジ、または安示と発音し、ある字からの天下とも言われている。それゆえ、アジは当て字である。 元来、アジは、地方の支配者やその家族など、支配者階級にある人物の称号であったが、第二直し王党下になると、もっぱら王族の称号及び異界名となっていった。玉梁の秘文には、王の子並びに、予天御天の大アジ、聞こえの大君のアジ、スケシカサのアジというように、王母、上級信女の継承字としてもアジが使われている。 前項で見たように王の子は後に王子と称するようになった。当初アジの子は皆アジを称したが、なお、帝王の治世の1692年以降、獅子のみが称するように改められた。これには、王府財政の問題が関わっていたとされる。アジは、対抗があると王子に、登る、登ることもあったが、歴代当主に功績がなければ、七代で私分に、降格となった。 赤字五式浮世織館か、木字五式浮世織館をいただき、金冠を指した。氏族のことを、琉球では、死、侍といい、俗にゆかっちゅ、よかる人の意とも言った。なお、氏族という用語は、1869年、明治2年に、明治政府が各藩の藩士、一門から平侍までの章として用いたのが最初である。古琉球期には、 ゲスとも呼んだ。草原寺市も馬五1527年に、安氏もゲスも熊にいて、沼から折れるべし、アジもゲスもここにいて、馬から折りべしとある。このゲスと呼ばれる、氏族階層の中にはさらに、足田部、三主間、大役もいた、大役もいたち、里主部、里主部、ゲラ役壁、ゲラ役と、オエ家人等の諸階層があった。安氏も消スもとあるように、 すでに16世紀初頭には王族、アジブ、重い支部とそれ以下の氏族階層とを区別する差別意識があったことが伺える。近世になると、ゲスは義士と発音して、主として自動職にある上級氏族を指すようになった。小一品から14品までの氏族は上級氏族に相当する。氏族のエリートで国政の養殖を司った。親方になると、 原則として一紛りを祭地として賜り、総地島と呼ばれた。しかし、これは、建前で実際は、祭地の不足から、親方くらいであっても脇地島にとどまる場合が多かった。脇地島とは、紛りうちの一村を祭地として賜る、地島職のことである。この場合は、脇地島親方と呼ばれた。琉球藩雑記明治六年によれば、 王朝末期の時点で掃除党職にある親方が十四名で、あるのに対して、脇児党親方は三十八名と実に二倍以上に、上っている。親雲城、ペイクミーは、市村を最地として賜り、脇児党の職に就いた。交換をいただいた。親方、親雲城、ペイクミーとも、普通はその最地名から、それぞれ浦添え親方、千葉な地下春城などと称するが、 最地名が、王子寮や王家敷寮と一致をする場合は、同一の、故障を避けた。具体例で言えば、中城まぎり、中ぐすく王子寮の児童が、医者度、佐式まぎり、王妃寮の場合は、森山と称したごとくである。親方と、児童職にある親雲城の邸宅は、殿内、うち、と呼ばれ、その家柄を言う場合には、一般に、富ぐすく殿内、富ぐすくど、うや、ま殿内、 ギマドゥンチという言い方をした。氏族が賜る、最高の称号で、国政の養殖についた。親方は世襲ではなく、功績のある氏族が登るものであったので、親方の子が必ず親方になるとは限らなかった。とはいえ、その大半はやはり、首里を中心とした門抜によって世襲されていた。親方は、紫館をいただき、花金軽銀館差しを指した。聖二以上にると、 金冠を指した。親方の称号は古くはなく、17世紀頃から使われ始めたようである。それ以前は、金染め親雲城、紫の親雲城と称した。これは、紫冠に由来するものと思われる。親方は、琉球国由来期、1713年の、官尺列品の項目に、この官尺、ゲスの極冠なりとあるように、氏族が昇格できる。 最上位である。功績のある機関の士族に特別に紫官を賜ったのが親方の始まりとされる。王族が起点関係の感触に就くのに対して親方は政治の実務を担当し投票で選ばれれば参士官に就任した。王子から親方まではそれぞれ一紛りの領主とされていたので琉球では大名、霊名と呼ばれた。しかし、 前述したように、実際には、脇自島職に泊まる、商名級の親方の方が多かった。琉球の士族は、一般に、親雲上、ペーチンと呼ばれたが、その中でも、最地を賜った者、すなわち、自島職にある者は、親雲上、ペークミーと発音して区別された。親雲上に相当する階層を、古琉球期には、大役もい,い、大役もい,いと呼んだ。もいは、 継承説美辞、大役は語源不明であるが、大役すなわち重要な役職についたものを意味するのはないかとする説もある。それゆえ、後世の親雲上、訓読みで、親雲上という称号は、この大役も意の当て字である。親雲上、手組も世襲ではなく、努力次第でなることができた。さらに功績を積めば、親方くらいに昇格した。 なお、最地ではなく、なじま、最地の名のみを賜った場合は、ペーチンと発音した。交換をいただき、銀冠座しを指した。生五品以下の氏族は、一般氏族に相当する。一般氏族とは、最地を持たない無六氏のことで、琉球では、文人と呼んだ。五品、六品に上るのにも大変な努力が、必要であったが、さらに四品以上の上級氏族に昇格するのは、 困難を極めた。一般士族には、里幸子や、里幸子すじめと、畜都市や、畜東のすじめという二つの価格があった。里、幸子家は、中級士族、畜都市家は、下級士族に相当する。里、幸子家では、子、里幸子、里幸子を親雲上親雲上と出世していくのに、対して、畜都市家では、子畜都市畜東の親雲上親雲上と、 出世していった。ソイはいずれも子である。佐藤幸子家と畜都市家の価格は固定したものではなく、畜都市や出身であっても、功績を積めば親方くらいまで登ることができた。その場合、佐藤幸子家に昇格した。また佐藤幸子家も功績がなければ、畜都市家へと降格した。不代とは、 古くからの士族の家柄、新山とは新たに士族になった家柄のことを言う。具体的には1689年の家父編算の時に少年大代以前から主観していた家柄を譜代とし、その後の主観者、またそれ以前から主観していても、典型、数定年間、1621年から1640年に子孫が主観していなければ、新山とされた。 新山は他に、訴え遅れ、勲功、現金によって、士族となった家柄もあった。訴え遅れとは、1690年の、家父急賜物の時点で士族と認められず、後に申請した者たち、具体的にはかつて主管していた者やその子孫、田舎に下っていた者、新興船の船員、近郊まぎりの地方役人等のことである。勲功はオフに、功績のあった、平民、 献金は王府に、多額の金銭、同銭十六万貫を納めた者や私費で、公共工事を行い、王府より認められた者たちのことである。里幸子家の者が聖七品に昇格すると、里幸子親雲城を称した。交換をいただき、銀冠座しを指した。自当職に任じられると、親雲城、ペイクミーを称した。地区都市家の者が十七品に昇格すると、 祝刀の親雲城を称した。交換をいただき、銀冠座しを指した。自刀職に任じられると、親雲城、ペイクミーを称した。里幸子と同じ発音であるが、意味は異なる。里氏とは総除党家や、脇地党家の詩で、家督を継いだが未だ期間以下の以下、正十八、区本の低いものを指す。例えば、親方へや、親雲上屋など、 最地を有する名家を継いだが、当主は未だ若年であるような場合に、里主と称した。里主とは、元来は、領主の意である。琉球の異界制度は、昇進速度が、年限によって決められていたので、名家の家徳を継いでもたちに特心するわけではなかった。アジの趣旨は、ソイからアジに登れるが、これは例外である。里ゆき家の者が八品に昇格すると、里、 ゆきこを称した。赤缶をいただき、銀缶座しを指した。あ、畜都市家の者が、句本に昇格すると、畜刀名を称した。赤缶をいただき、銀缶座しを指した。不譜代の指定で、無意の者をこと称した。片頭を言う、玄福と赤缶をいただき、銀缶座しを指した。新山氏族の指定で、無意の者を、ひとしやと称した。銅缶座しを指した。 片頭を言う、玄服と緑感をいただいた。上級平民、村役人などの指定で無意の者も同じく一しやと称した。琉球では平民一般を百姓と呼んだ。首里、那覇、久米村、白村に居住する者を町百姓、それ以外は田舎百姓という風うに呼ばれた。地方百姓のうち地方役人に取り立てられた者は筆三人と呼ばれた。 形図を持たないことから無形とも呼ばれた。真中のかんざしを指した。地方管理のことを地方役人という。筆算人、おえか人、おえかは役職の意とも呼ぶ。地方役人には大きく分けて、まぎり役人と村役人の二種類がある。また、沖縄本島及び離島と両崎島との間にも役人制度に相違があった。地方役人は、 身分は百姓、平民であったが、上級役人になると、お家事、役地、役職に応じて与えられる土地が与えられ、王府への上納分以外は、自分の取り分となった。他にも、夫子頭になると、村の百姓を年2回支役できるなど、主事の特権があった。このため、中間作取や、地位乱用をする悪徳役人も多く、方言の営役。 財産家の合言はここから来ているという。このことは、小降王の上下集めて、中や蔵立てて、奪い取る浮世、納めがたしや、士族や百姓は、生活を切り詰めているのに、中間にいる、地方役人は蔵を立てて搾取している。納めがたい世の中であるという嘆きの流下からも、伺える。自刀台、自刀台、方言で、実例は、 マギリ行政の現地最高責任者で、現代の村長に相当する。九尾の少年二十三年、前六百十一年の、後に、王、諸軍の味を着て、味打ちを再知て、初めて自当代を検知とあり、薩摩信仰以後に設けられた役職である。身分は百姓であったが、在職中は、なじまとして、親雲上の称号を許され、親、雲上と称し、交換をいただいた。 夫児童、無児童、方言で、武ル児通は、児童代の補佐役。非常勤で、任期は一般に3年。定員は、紛りによって2から8名。首里親子、後、異夫腐役、大起手、て、浮打ち、羽フェ平ウ打ち、西起手、て、西打ちの4人を八里、砂漠里、方言で、砂漠里と呼んだ。八里、八小里の文字を当てる場合もある。 砂漠は砂漠、処理するの意味の方言で、事務を処理するという意味と推測される。児頭代、もしくは、夫児頭のもとに位置する、地方役人のエリート。ふみこ、ティックグは、紛り中の下級役人。階級や職種によって、大ふみこ、文子、ふみこ、あ文子、き、文子、つけ、ふみこ、ふみこ、ふみこ、い文士等の故障がある。人数は、比較的、 多く、例えば、西原紛れで66人、儀の案紛れで63名いた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。